秘宝です。ゆかさんやらかしちゃいました。ちょっとあの立っちゃいけないところに見える薬指ですが粉砕骨折しました。あの粉砕骨折っていうのかなって聞いたよ、ゆかさんから。僕はいや、こうピーッとこう割れて、その横にちゃんちゃちゃちゃんみたいな、はい、まあ、粉砕してますよね粉砕骨折です。はい、はい、そんな笑顔で言うことじゃないんだけどこれなんでわざわざ動画撮ったかって言ったら、もう注意喚起をしたいなと思って、せっかくなんでね、うん、せっかくなんでっていうのもリカさんに申し訳ないけど、うん、でもね、リカさんも同じ思いしてほしくないもんね、みんなに、ね、そうね、うん、確かによくありそうだもんだってこれ、うん、てかよくあるというか、リカさん別に初めてじゃないじゃん、この折ったのは初めてだけど、うん、そう詰めたことは何回かあります。詰めたことはある。はい詰めたことがあるんですか。ちょ、左手の声を見てもらっていいですかこらリカさん、全治3ヶ月の怪我を負ってしまいまして、そう、完璧になるまでね、うん、3ヶ月って言われました。それであのバーベルをね握ってトレーニングができないので、はい、パワーリフティングの大会、うん、ジャパンクラシックパワー JCP にね3月出ようと思ってたんですけど、うん、残念ながら辞退という感じになってしまいました。悲しい悲しいね。で、実際どうなったのかっていうのをね、うんうん、もう実演しちゃおうと思います。え、でも僕も指めっちゃ詰めたことある。で、結構2週間ぐらい痛くなったことはある。で、うん、なんでこんがりいるかって言ったら、こんがりもしっかりやったことがあって薬指にダンベル落として避けてます。見えるかどうか分かんないけど若干避けてるんですよ。ここ分かるかな。え、それ何キロのダンベルをどうした時とか実演できる。あ、できます、できます。ですね、本当に、ね、気をつけてほしいです。はい、トレーニング中なんだよね。トレーニング中というか、はい、トレーニング中ですね。で、ここのラックの形と同じで、ここに隙間があるやつはこことここで挟む可能性があるんですよ。そうで、ここに隙間がないやつはあんまり挟むこと少ないと思うんですけど、で、実際僕が挟んだ時が多分ね、肩のトレーニングの時で12キロぐらいゴールドジムでトレーニングしてて、じゃあこれを直しますってなった時にここでずれてガコってここの部分で挟んじゃったんですよね。で、それでだから別に落としたとかじゃないけど、挟んだ結果いったってなって、その時は爪が剥げたんだと思ったんですよ。爪が剥げることはよくあったんで、で、見たら爪がこう奥からえぐり出てて、で、この部分からちょっと裂けてなんかドス黒い血が出てるみたいな感じだったんですよ。でもやばいってなって、たまたま知り合いが隣にいたからロッカーの鍵渡して荷物まとめてもらって、で、ゴールドジムのスタッフの方にすいません、救急車呼んでくださいって頼んで、で、一人付き添いで救急車まで来てもらって、で、3針縫って3本麻酔打ってっていう感じでしたね。ちなみにそれが2016年の2月の2日でした。よう覚えてるな。はい、高校選手権に向けて減量始めたのが2月の1日なんですよ翌日に怪我したっていう。まあ、それでも減量は続けたんですけど、今回僕の場合は骨折じゃなくて、たかだか指裂けただけなんで、トレーニングが割とできたんですよね。ベンチプレスとかも普通に持ってたし、ラットプルができんかったから、まあ、ハイパーバックエクステンションを背中のトレーニングでめっちゃやるっていう時期がありました。たかが 12.5 キロだもんね。たかが 12.5 キロ。だけど、まあ、指のこの大きさに対して 12.5 キロ乗ったら、裂けちゃうよねっていう。うん、でね、多分、高重量を扱ってる時は、みんなね、この辺のラック見てください。47.5 キロとかだったら、多分戻す時に結構気をつけるんですよ。で、変にね、軽い重量で、よいしょってこう、置くじゃないですか。で、その時にずれて、やっちゃったっていう感じです。まあ、12キロ程度でも、指は裂けます。気をつけてください。で、リカさんの場合。私の場合ですね。リカさんはもちろんできないので、僕がちょっとやらせていただきます。はい、25キロです、はい。ダンベルベンチプレスを、こう、終わりました。で、膝に置きました。置いて、こうやって置きます。そう。で、そこからもう、あとは戻すだけ。はい。で、この時にこうちょっと振るんですよね、多分。そう、振った。振ってこの感じでポンってやろうと思ったらこうです。あ、この持ってる指に、右手の指に左手で持ってたダンベルがこうぶつかったと、こういう感じ。ああ、で、ここに、ね、この置く時に、うん、置く直前でこの辺で振ってやる時にガーンっていって、そう、一気にこう潰れたって感じ。なんかいつもでもちゃんと丁寧に置くんだけど、その時多分ね、集中力切れとったかな。なんか喋りながらしょったよね、実は昨日ね、ちょっと。で、終わりました。で、ここでポンってやったら、やってなって、痛ってなって、いつものことかなと思ったんよ、もう痛いけん。で、まあちょっと当分一人でこう、うわーってうなりよったんだけど、全然治らんし、普通だったらもうだいぶ経ってきたら、まあ痛みが治まるんだけど、治まらんけん、これちょっとやばいなと思って、もうトレーニングもすぐやめてこの状態でございます。で、昨日の夜はね、ちょっと
気分も悪くなって、まさかでも折れてるとは思わなかったんですよ。でも骨折した人は分かると思いますけど、骨折したら時間差でめちゃめちゃ気分悪くなります、貧血みたいな感じで。でもだいぶ時間が経ってたからね、まさかその気分が悪いっていうのは それに結びつくと思ってなかった。私でしかも食べたものが夜にチョコレートのケーキ食べたんですよ。だからただ普通に胸焼けして気分が悪いんかなって思ってたっていう話です。すいません、はい、まあ実際折れてたっていうことで、ね、はい、そうですね、うん、はい、だからまあなんかね、これを本当になんか、うん、反面教師というかね、気をつけてもらえたらなって思うんですよ、うん、僕も同じ、多分僕はこんがりと同じ感じで戻すときに詰めたことがあるっていう、はい、僕はまあ大きい怪我にはならんかったけど1週間痛かったっていう感じで、なんかトレーニング中に怪我をするとかはなんかね、限界を超えようとしてとかフォームがちょっと悪くなって怪我をするとかは、まあ、あるけど、トレーニングで骨折とかは基本ありえないけど、こういう風にあるんですよ、うん、でも意外とこうやってあるあるなんですよね。だけトレーニング中はね、集中して多分やってるはずだから、こういう時がほんまに怪我しやすいんだなと思って、ちょっとマジで反省してます、ね、はい、で皆様にも、うん、せっかくの、ね、しくじり先生ということで、はい、気をつけていただきたいと、そういう本当ただそれだけの動画でした。本当にね、リカさんの JCP を楽しみにされてた方には、ね、申し訳ないけど、うん、ね、すみません、本当 ね、エントリーの締め切りの翌日に、はい、本当にしかもうキャンセルできなくて、一応欠場です私。本当にすみません。なんかちなみに女子フィジークには間に合いそうですか？まあ女子フィジークは多分大丈夫ね。トレーニングがどうかちょっと分かる。まあね、トレーニングが結構できんよねこれね。うん、足以外難しい。この際だから足を一生懸命鍛えます。まあ、一時期のハムちゃんみたいに片腕片胸肩肩だけなるほどね、うん、左側だけやると右も発達するっていうね。ああ、なるほど、ね、まあいいように考えますわ。皆様怪我にはお気をつけて、はい、トレーニング頑張ってください、はい、以上です。